どうも、ハイチーです。今日9月の10日に撮影してるんですが、こんな悩みをどっかで抱えてる方はいらっしゃらないでしょうか。特に受験生ね。なんかやる気が出ないっていう。なんかモチベーションが上がらないっていう方いらっしゃると思うんですよ。で、これはですね、いろんな要因があります。例えば単純に学校が始まって疲れたと。だって夏休みの時で確実に疲れるからね。肉体的に疲れていて、その疲労からモチベーションとかやる気が出てこないっていうこともあります。いろんな要素があるんですけど、その一つとして、実はですね、まあ夏休み明けて約1週間が経った方が多いと思います。まあもっと前から始まっている方もいると思いますけど、で、月火水木金土、まあ日も含めようか、一つの1週間っていうサイクルが終わりました。で、そのサイクルが終わった時にちょっと振り返りますと、まあ無意識に振り返っている方が多いんですけど、あれと、思ったより頑張れてねえな。って思った方かなり多いと思います。で、どういうことかっていうとですね、夏休みが終わる、まあ、直前ぐらいに、夏休み明けたらやっぱり頑張んなきゃって思ってる方は多いです。特に受験生。だって、夏休み例えばさ、思ったよりできなかったって方いると思うんですよ。ここまで頑張りたかったのにあんまできなかったよ。だからその分やっぱ9月から頑張んなきゃとかね。夏休み遊んじゃったら9月から頑張んなきゃとかさ、よし9月からやるぞみたいな。ね、思ってる方多いと思うんですけど、じゃあ9月から始まってこのぐらいやろうとね、学校帰ってきたらこのぐらい勉強してとかいろいろね思った方もいると思うんですけど、おそらくそこに行けなかった方、そのここまでやるぞっていうところまで行けなかった方たくさんいると思います。で、これが何を及ぼすかっていうと、あ、やっぱダメなんだ自分って思うんですよね。自分で立ってたらここまでやるぞと、夏休みもうまくいかなかったと、で、夏休み終わった後ここまでやるっつってんのにできなかったと、やっぱダメじゃねえか自分って、で、どっかで思っちゃうと、やる気出ないんですよね。どうせやっても意味ねえじゃん。こんな自分なんて。みんながどっかで思って、真相心理でね。ね、これね、ちょっとね、自分と、まあ、対話してください。そう、なんか、なんだろう、あれって思う方いるかもしんないんで。で、まあ、今回それに関わる、まあ、結構そういう相談もあったんで、ちょっとモチベーションの話を、モチベーションの話をしていこうと思うんですけど、よくね、まあ、ハイチさん、モチベーションなんでこんな動画投稿やってるんですかとか頑張れるんですかって聞かれることもあるので、まあ、自分のモチベーション、考え方、こういう風にモチベーションね、保つようにしてるっていうのを伝えようと思うんですけど、もう、答えとしては、自分のなりたい姿というか、未来のいい姿を、とにかく想像するんです。自分はね。今動画投稿やってて、まあ、モチベーションっていうか、こうなりたいなとか、こういうことを味わいたいなっていう、まあ、幸せな瞬間ね、何かっていうと、いっぱいありますよ。みんなからね、分かりやすかったですってコメントも一つもらうだけでも、それ読んだ分かりやすかったですとか、学校の先生よりとか見た瞬間ににまーって笑うから、やべーつって。で、今でもなるぐらいだから、本当に。それ嬉しいんだけど、でもやっぱり、テスト期間にテストが終わった後に何点上がりましたとか、その、目標に行きましたとか、ね、そう書いてくれたりとか、受験期だったら、受験に受かりました、志望校受かりましたって。それを、まあコメント欄もそうだし、ツイッターのリプだとか、メールとかでね、送ってくれるわけよ。で、特にメールの子なんかは、故評、順位とかね、書いてあるやつとか、合格通知、どこどこ大学に受かりました、どこどこ高校に受かりましたって、その通知の写メとか、そうなんだ、パソコン画面にね、語学で出るその画面とかを写メ撮ってくれて送ってくれたりする子もいっぱいいるんですよ。それはね、やっぱね、もう、なんだろう、言葉に言い難いぐらいの喜びがあります。そう、今でも。まあ、さすがに6年やってきたので、そういった経験たくさんね、させていただいてるんですけど、多分1回目にもらった喜び、そのね、もらったね、上がりましたって、もらった喜びも、今もらう喜びも、一個も変わんないもん。本当に。そのぐらいに自分にとっては尊い瞬間だし、個人的にはそれをもうたくさん味わいたいの。とにかく。自分がいい思いしたいだけなんだけど、そう、みんなが、その、なんだ、成績上がりましたとか、ね、受験受かりましたって報告をたくさんもらいたいって思ってる。で、そのためには、やっぱり自分が動画投稿をしてコンテンツを増やしていくことで、例えば今社会のね、受験対策取ってますけど、社会の歴史の実践的な問題をやることで成績が上がる子も出てくるわけじゃん。きっとね、少ないかもしんないけど。だからそうやってコンテンツを多くしてやっていくことが、一人でも、まあ、少しでも多くのね、学生さんのプラスになるんだろうって信じてるから、だから頑張れるんですよ。そう。それに、そのまあ、報告もらうだけでも嬉しいんだけど、何が嬉しいって、まあ、コメントはさ、あんま長くないからさ、その、上がりましたとかだけなんであれだけど、でもそれでも、その、上がりましたって書いてるとき、コメント欄ね、コメント欄書いてるときとか、メールを書いてるときが、すごい多分本人嬉しい気持ちで書いてると思うんですよ。成績上がったんですって、受かりましたって、絶対嬉しいじゃん。その、メールだからさ、もちろん顔は見えないんだけど、その、文章に、笑顔がもう出てるというか、表情が見えるんだよね、向こうの、この、その書いてくれてるこの。
その、ああ、喜んでくれてんだろうな、嬉しいんだろうなっていうのが、それが見えるのがやっぱりすごいたまらないんだよね、自分にとっては。そう。だから頑張れる。っていうところ。で、もう一個、今想像してることであれば、まあ今今年ね、登録者の目標を50万人に上げたわけですよ。で、正直厳しいわけですよ。今現状だと。まあ45万人から50万人上げてしまったので。でも、今年中に例えば50万人達成して、そしたら、まあ特にツイッターで絡んでくれてる子なんかはさ、こう、結構、いろいろしてくれるんですよ。動画撮って、なんかね、おめでとうっていうみんなで手紙持ち寄って動画作ってくれたりする子もいるので、そういう風にみんながおめでとうって一緒に喜んでくれる子たちがいるわけよ。そう。で、その瞬間もやっぱたまらないっていうかさ、ほんと嬉しいから。だから、今まあ受験に関しては、まあ2月3月なんでちょっと年を越しちゃうんだけど、年内だったら、まずはテスト、定期テストでみんながね、上がりました、得点上がりました、分かるようになりましたっていうのが送ってもらって嬉しいのをそのメールを見る、メールとかそのコメント欄とかを見るっていうところも一個だし、あとはその年内に50万人達成して、みんなで、がやったねって、頑張ったなっていうのを言ってる。それをすげえ喜んでる自分を想像して、そうなりたいから頑張る。っていうのをやってます。で、僕は何が言いたかったかっていうと、まあね、自分の理想ほど頑張れないことたくさんあると思うんだよ。ここまで頑張んなきゃって思ってるのにそこまで頑張れねえよってこともあると思うんだけど、でもさ、そんな普通に怒るじゃん。俺だって今日これだけ動画作りたいとか、これだけ板書作んなきゃって思ってる。まあ、スケジュール的にちょっと、今週すげえ厳しくって、今日こんだけやんなきゃって思ってんだけど、全然いけないわけ。もう物理的に間に合わなくって。ああ、そのためにさ、ああ、やっぱ俺無能だわ、無理だわ、もう動画撮れねえとか言っても意味ないじゃん、そんな。生産性もない、この時間に。だったら割り切って今できること、ここまでできるって思ったけど、できなかったと。それができなかった自分がダメなんじゃなくて、目標設定した自分が間違ってんだって。お前が先に目標したお前が高すぎたんだと。そう。じゃあ、次目標を立てるときに修正して下げればいいじゃん。下げたとしても、ここまで設定して、ここまでしかできなかったって凹むんだったら、ここまで設定して達成できた。やった量は同じだけど、達成できたっていうのが自信になるでしょ。いい？そんな目標なんてさ、周りから少ないだろ、うんぬん言われても関係ないんだって自分で立てたんだから。それを達成することが大事だから、まあそうやって意識していくと。で、もう一個は、みんなにとっても受験がね、受験合格してる姿とか、多分女の子だったらさ、多分行きたい高校か制服が可愛いとか、その制服を着てる自分を想像するとかわかんないよ。高校行って、まあバイトしてる姿とかさ、学校帰りにカラオケ行くなんて中学校無理じゃんか。きついから。でもそのカラオケ行ってる姿とか遊んでる姿とかわかんないけど、でも、将来、まあ、そんな何年後とかさ、5年後、10年後まで行かなくていいから、来年の自分がこうしてる姿とか、楽しんでる姿とかいうのを想像して、こうなりたいなって思うのがあればいいなと思う。それがないって言われたらもう何もいなくなっちゃうけど、今回の動画に関してもね。そう。でももしあるんだったら、自分が未来でいい姿、こうなりたい姿っていうのを想像して、そうなるために頑張るんだって、この姿を手に入れるんだって、いう風にね、頑張ってもらえたらと思います。